パンァーファウスト44ランツェは1960年代に西ドイツが開発した対戦車ロケット弾発射機である。愛称のランツェは武器の槍を意味する。PZF44 はドイツ陸軍不評部隊にバズーカの後継として配備された。大まかな形状はオリジナルのパンァーファウストに似ているが、フォアグリップやバットストック、標準用光学スコープなどが追加され、 肩に乗せて構えるように変更されている。光学スコープが使えない場合の補助用に折りたたみ式の調整と消耗も備える。発射機構もパンツァーファウストが火薬ガスの圧力のみで弾頭を発射する無反動法だったのに対して p z f 4 4は無反動法として弾頭を発射した直後に弾頭のロケットブースターに点火して加速するという。 RPG-7 に似た方式になっている。PZF-44 の構造上の特徴として、弾頭の発射薬へ転化するために、小型空砲が別途必要となる。グリップ内部には、自動拳銃のものに似た弾倉があり、ここに空砲を収納する。空砲は、ボルトアクション式に装填する。PZF-44 の弾頭は、直径 67mm。 重量 1.5kg の成形作薬弾で 370mm の均質圧延行装甲を貫通することができる。ドイツ連邦軍がカールグスタフを1パンツァーファウストとして採用した際、PZF-44 は K パンツァーファウストへと名称変更された。1980年代に新型のパンツァーファウスト3が導入されて以降、PZF-44 は 第一戦部隊から順次引き上げられ、現在では退役している。ありがとうございます。